おととい、札幌駅前で行われた安倍総理の街頭演説の会場で、安倍やめろなどと男性が叫んだところ、警察官に取り押さえられてその場から排除されたほか、増税反対と叫んだ女性も警察官に押さえられ移動させられました。また歩いている安倍総理に年金問題についてのプラカードを掲げようとした女性も警察官に取り囲まれ歩道の端に移動させられました。安倍さんに見てもらおうと思って、でもすごい警察に阻まれました。こうした対応について道警は当時の状況を確認中とコメントしています。一方、映像を見た法律の専門家は安倍総理に危害を加える行動は見られず、個人が叫んだだけでは選挙妨害には当たらないとして警察官の対応を疑問視しています。誰が あそこの 場所を通っても自由なはずですよね。で、何を喋っても自由なはずですよね。強制力を持って排除してしまうというのであれば何らかの根拠が必要なんですけれども、何を根拠にこういう形で、排除したのかなっていうのが疑問ですよね。